眩しいほどの彼女たちの成長に私の目はくらんでいたのかもしれない。北米の魔女の噂は連邦の中で知らぬ間に大きくなりすぎていた。彼女たちはただの人間だ。時に悩み、それを乗り越え未来へと歩みを進める若者だ。それでも敵と味方にしか区別を許さない戦争が彼女たちを魔女に仕立て恐れを生んだ。魔女狩りはすでに始まっていた。何なんだこいつは。来るな。ここも違ったか。どこにいる。必ず炙り出してやるわ、あの魔女たちを。ティターニア、みんながくれた私の新しい力。一緒に一から頑張ろう。私にも大切な家族ができた。それじゃ我らが妖精の女王ティターニアの生誕祭を始めるわよ。少佐、北米はもはや激戦地。このように痴漢した空気は作戦に悪影響を与えると思いますが、あなたも時には肩の力を抜いて。張り詰めてばかりじゃ視野が狭くなるわよ。はぐらかさないでください。我々は戦争をしてるんですよ。まあまあ、たまにはさ。ほら、ガキどもも黙っちゃってるし、この辺で。ああそうですね、その楽しくできたらなぁと。そう、戦争よ。けれど私たちは殺人マシンじゃない。失礼しました。カリフォルニアベースからです。我が隊に敵部隊襲撃の指示が出ています。まったく、羽を伸ばす暇もないわね。それじゃあみんな、楽しみは後にとっておいて戦争に戻りましょう。これより模擬戦を始める。シティルナー少尉は新型機での模擬戦だ。しっかりと機体になれるように。了解。よく言うぜ。そういうこと言う。
頼りにしてるぜ。今の動きを忘れるな。実戦の活躍を期待している。これにて訓練を終了する。相手は相当浮き足立っているのか。我々の石膏にも気づかず、情報は容易に得られた。孤立気味に移動中の目標部隊は、小規模ながらビッグトレー級陸上戦艦を要している。にもかかわらず護衛は少数のモビルスーツのみ。配置変更のために移送中といったところか。連邦は北米に陸上戦艦を多数運び込んできているわ。彼らは本気だということね。ビッグトレー級は機関運用されることが多い。オデッサではあのレビル将軍も乗艦していたって話よ。これは千載一遇のチャンス。今の私たちなら叩けるでしょうか。そうだ、剛健な陸上戦艦ですら我々は小隊で撃破せしめる。そう連邦に見せつけるんだ。ビッグトレイは先日のヘビーフォークに比べて総合火力は低いと言えます。もちろん強力な艦砲は脅威ですが、今の私たちのモビルスーツなら撃沈も可能と思います。イルメラ、モビルスーツの状況は？イフリート・イエーガー、ドム・ノーミーです。そしてキターニア、完璧な布陣でいけるよ。ご苦労様。本作戦も引き続きミアをリードパイロットとして。少佐、お願いがあります。何かしら？私にリードパイロットをやらせてください。あなたに任せ、あなたが降りると言った。それを覆す意味を分かっている？はい、必ず結果で示します。少佐、差し出がましいようですが、ここはシティルナー少尉に任せてみてはいかがでしょうか。私もアルマさんが適任だと思います。最前線にいても戦場の変化を感じ取って勝利への道筋を示してくれるのはいつもアルマさんですから、その方が私も情報分析と砲撃に集中できますし。アルマの声はさ、なんかガツンときて思わず体が動いちゃうんだよな。それで結構助けられてる。この間の戦闘でもそうだったよ。みんなに感謝なさい。あなたの言う結果見せてちょうだい。はい。では作戦の詳細を伝える。今回の作戦は敵陸上戦艦ビッグトレイの破壊。作戦エリア到着後、まずは護衛を無力化する。少数と聞いているけれど油断は禁物よ。護衛排除後、目標であるビッグトレイを包囲、集中攻撃によって破壊する。ビッグトレイは対モビルスーツ用兵器は搭載していないとはいえ、大口径の艦砲は脅威と言えるわ。ビッグトレイからの直接砲撃、敵の増援の可能性にも注意しておくこと。この作戦が困難であることは承知しているわ。けれどあなたたちならと期待したくなる。頼んだわね。降下予定地点に到達。さあ行ってこい。ミア・ブリンクマン、ドム・ノーミーです。出ます。ヘレナ・ヘーゲル、イフリート・イエーガー、行くぜ。アルマ・シティルナ、キターニア、行ってきます。生まれ変わったノイジー・フェアリーの力見せてくれ。
少しは仕事しないとね。フォローは任せてください。
素晴らしい戦果ね。ノイジーフェアリーの指揮官として誇りに思うわ。敵モビルスーツ全機沈黙。これじゃ文句なんて言えないわね。完璧だったわ。恐ろしいくらいに。イエーイ、やりましたね。できた、できた。ものも失いたくない。私を信じてくれるみんなのために、ノイジーフェアリーのために。負けられない、絶対。キターニャ、行くよ。私は負けられない。
シオンは皆殺しだ。これで終わりだ。目標は達成してる。え、いいのか。敵も手詰まりのようです。アルマさんがそう言うなら。待て、逃げるな。負けてない。負けるはずがないんだ。ピクシーも限界だ。認めろ、今回は俺たちの負けだ。あれが魔女だって。よどみなく流れるような動き、まるであっちが妖精じゃねえか。参ったね。ったく、素晴らしい戦果ね。ノイジーフェアリーの指揮官として誇りに思うわ。あなたたちの大活躍にキャリフォルニアベースも湧いてるわ。いやぁ面目役所の活躍と認めざるを得んな、シティルナー少尉。お、え、褒めてくれたんですか。引き続きたゆまぬ努力をせよということだ。ま、負ける気はしねえよな、こんだけ戦えたら。想像以上に3機の編成もハマって、まるで魔法みたいでした。本当にそうかしら。お、戦力も実力も確かなものになった。それでも我々にあるのはたった3機のモビルスーツ、その事実は変わらない。なのに連邦は私たちを狙った部隊まで作った。でも
それでもみんなで協力すれば勝てます。そうね、我々は勝ち続けましょう。この戦争を生きて終えるために。おーし、お預けになってたパーティーの続きするぞ。お前ら ありすっかり忘れてたわ。手伝います。また取り込み中だった。バルバラも今度は止めないわよね、さすがに。お、なんだバルバラ、珍しく素直だな。貴様、調子に乗るなよ。だいたいお前は普段から。ああ注意、せっかくの料理が冷めちゃいますよ。6等分です。任せろよ。コーンスープ好きだろ。今度は味噌スープでお願いします。食える、余裕だって。キリーさん。ちょっと気が早いけど、もうすぐクリスマス。大切な人たちと過ごすクリスマスなんて私初めて。サンタさん見てますか？私たちがいい子でいる限り、きっと素敵な贈り物を届けてもらえますよね。次回、落日のティルナノーグ。戦火に照らされ、妖精たちは踊る。